通報制度のご紹介。住宅やビルの火災、急な病気、これらから大切な命を守るためには素早い通報が重要です。でもすぐに通報できない場面もたくさん。東京消防庁では素早い通報をするための通報制度があります。通報制度には直接通報と代理通報の2つの方法があります。直接通報とは、自動火災報知設備などが火災を感知したとき、救急車が必要になりペンダントをしたときに、機械から自動的に東京消防庁に119番通報されるものです。代理通報とは、自動火災報知設備などが火災を感知したとき、救急車が必要になりペンダントをしたときに、代理通報事業者がその信号を受けて119番通報を行う方法です。代理通報には認定制度があり、東京消防庁が一定基準を満たした事業者を認定します。認定を受けた事業者では信号を受け119番通報をすることに加え、火災や救急について教育を受けた現場派遣員が建物に駆けつけます。代理通報事業者の認定を受けるためには、事業者からの申請が必要です。申請するためには、火災や救急に関する有資格者がいること、機器が適正に設置・維持管理されていること、確実に119番通報できる体制であること、これらが分かる書類を申請書に添付して東京消防庁に提出します。その後、東京消防庁が認定基準に適合しているかどうか審査します。通報制度のお申し込みは、直接通報は東京消防庁や区市町村に申請し承認を受けます。代理通報は代理通報事業者と契約を結びます。詳しくはお近くの消防署にご相談ください。あなたに代わって119番通報制度、東京消防庁。